皆さんこんにちは、プロレーサー&モータージャーナリストの丸山博史です。さて今日の速攻インプレッションはこちら、ホンダの CB1100、現行モデルということで、こちらの方の紹介をしていきたいと思います。こちらのですねマシン、出た当初、確かですね2007年に、モーターショーで CB1100F みたいな形でね、ホンダがクーレンエンジン出すんだみたいな形で、モーターショーで、こう発表があったんですが、それから、3年後の2010年に今本当にですね、こういった形でちゃんとクーレンエンジンで、F ではなくて昔のフォアの時代、1960年代のフォアの時代の、形をまとってき、た、CB1100 という形になります。歴史的には2010年に出てから、2010年に発売したんですが、2010年に発売した時点ですでにハンドルの高さが、タイプ1、タイプ2っていうのがあって、タイプ1はこれアップハンドルになって、タイプ2っていうのはこうもうちょっとコンチネンタルハンドルで、ハンドルを低く抑えるっていう2パターン出してるんですよね。そして翌年2011年には、無限エディションというですね、無限スペシャルという形で、マフラーが変わって、エンジンの塗装の色がですね、それはねシルバーになったのかな。昔の1960年代80年代の CB のエンジンは、シルバー塗装が基本だったんですが、無限スペシャルはそのシルバーエンジンで出たというところがですね、我々にとってもおそういう仕様があるんだってちょっと心に残してるんですけどね。そして2012年にもですね、少し変更がありまして、タイプ2のみ、要はですねタイプ1ハンドルが高いのがあったら低いのだけになるみたいな形で若干の変更を毎年繰り返してるんですよね。そして1年を置いて2014年になって、マイナーチェンジされました。そのマイナーチェンジの大きいところはですね、音量規制とかそういうのが変わってきたので、マフラーのですね排気デバイスなくなってるんですね。音量の違いとか、それに伴って、年長を回して、燃費も若干上げられてる。そしてですね大きいのは、6速ミッションになったんですね。この6速ミッションも、本当はワイドなギアでまったり走らせてる方がいいんじゃないかなと思うんですが、燃費の向上も狙って6速を多分オーバードライブギアにして、さらに燃費を向上させると、非常に燃費のことを、うるさく言われるような頃になってきましたので、そういうことを考えて6速ミッションのマフラー変わって年長変わって、燃費を上げられているという仕様になっております。その2014年に実はもうワンタイプ出ていてですねすごいんですよ。さらにCB1100EX っていう、普通キャストホイール、これね、本来はブーメランコブスターにちょっと似てるなって思えるようなあのキャストホイールなんですが、なんと1960年代のアルミスポークホイールみたいな形で EX っていうモデルが出て、こちらはですね、シート形状が変わってたり、タンクの容量ちょっと傘を上げてですねタンク容量が、本来14リッターなんですけど17リッターまで入ると、いうような変更をですね2010年から細かく細かくやってるんですよね。ここのところのホンダさんあんまりですねマシンの仕様変えなくてですね面白くないなと思ったんですが、この CB1100 においてはですねやたらと仕様変更してくる。こっちもですねだんだんちょっと仕様がだんだんよく分かんなくなってきちゃったりするんですが、これも元を正せばですね、私の好きな CB の時代の1980年代のCB700F900F1100F、そして 1100R に移行して各国海外でいろんな仕様が作られて、一体これ原型は一体何の仕様だったんだろうっていうのが分かんなくなるぐらい、そんだけホンダもですねハンドルの高さ2タイプ出してみたりタンクの容量を変えてみたり6速から5速になってみたりと、たった1台のマシンで、あれやこれややってくるという、実はですね、旧本当に空冷タイプなんですが、ホンダはですね意外とこれをですね愛してやまないというか非常に大事に育てているマシン、それがホンダ CB1100 なんじゃないかなと、思っております。細かなインプレッション言ってみましょう。外観上、外観上はねもうね見ていただいてるんですが、やっぱりなんといってもクレーエンジンじゃないですか。これがね好きでオートバイに乗ってるっていう人もいるのは間違いないので、まずこの空冷エンジンをね
ちょっと見ていただければと思います。そのクーレーエンジンの大事なところ、はい、クーレーエンジンのいいところはですね、やっぱりねフィンがつくのでエンジンが小ぶりにならないんですよね。これなんか時代と逆行した性能を上げようとすると小ぶりにしたくなって、行くんですが、やっぱりどうしても空冷になるとエンジン小ぶりにならないんでちょっと大きめになる。その大きめなのが実はこうやってね、またマシンにまたがってタンクの下を見た時に、あっエンジンがあるというですね、今時タンクにエンジン隠れてエンジン見えませんみたいなオートバイよりなんかエンジンに乗っかって走ってますみたいなね、そういうところの表現がやっぱりこの空冷エンジンをね、本田さんね本当は空冷エンジンずっと出さないって言ってたんですけどね、でも今の技術、2010年代の技術でクレーンエンジン作るとどうなるのか、というのをまさしく実証してですね、今回こうやってやってきました。ただしインジェクションボディです、ここね、もうここはですねなんか本当はねカバーとかかぶせてキャブレターっぽく見せちゃおうかなっていうことは、これは本田さんやらなかった。もう潔くインジェクション、インジェクションでクーレーエンジンできちんとした性能を出そうよみたいなことをやってるんですが、じゃあなぜクーレーなのっていうのは、先ほど言ったねそのエンジンの造形美とか、エンジンの美しさ、そしてエンジンのねこうねちょっと大きく見える、迫力みたいなものもあるんですが、実際に乗ってみた印象としてはですね、非常にねトルクがあるんですよ。低速でエンジンかけるとアイドリングでだいたい1000回転ぐらいなんですが、プラス500回転回せば十分走る。1500回転から2000回転でどんどんシフトアップして、本当に5速、今の仕様だと6速なんですが、2000回転以下でも普通に走ってるんですよ、ノッキングもせずに。まあ、そんなところがねクーレーエンジンのなるべく下の回転で、きちんと走れる、これがねやっぱ水冷で性能と効率を上げていくとどうしてもね回したくなるエンジンになるんですが、 CB1100 の場合はなるべく回さないで走った方が気持ちいいなっていう、 どんどんシフトアップして、低い回転で低い回転でって走るのが楽しいみたいなね、まあ、そんなエンジンの特徴があるところがいいなと、でも馬力的にはね、88馬力、2010年出た当初88馬力で、まあ、EX2010 年の EX になった時に、まあ、マフラーとかの、変更により90馬力に上がってるんですが、トルクとともに、エンジンを引っ張ったってね、僕はサーキット走行をねこれで何回かやってるんですが、意外といいタイム出ちゃいますよ、ガーンって引っ張ったってそれなりにストレートのスピードは出ますしね、中低速あるんで、コーナリング速度がね多少遅れてもグッと引っ張ってってくれるんで、エンジンの出力自体には、スーパースポーツとね比べたらもちろんしょうがないんですが、本当に楽しむには十分な、エンジンのパワー、そして一番は低回転の、力強さがですね、まあ、水冷にはないというかスーパースポーツにはない、そんな魅力を感じさせるものになっております。さあハンドリング、足回りはですね、まあそれほどですね、まあ、オーソドックスな、ツインショックタイプですよね、フロントフォークもイニシャル調整機構さえここについておりますが、なんてことはない普通のフロントフォークでございます、街中走る分には非常に乗りやすくて乗り心地よくて気持ちよくてなんですが、まあ峠そしてサーキットまで行くと若干やっぱり容量不足だなって思うので、まあ、ここはちょっともう少しなんとかしていきたいところなんですが、CB1100 のハンドリングのいいところはですね、いいところというか、まあ、本田さん一生懸命タイプ1、2でハンドルの高さ、低いやつと高いやつ出したんですが、ハンドルの高さちょっと変わっただけでハンドル全然ハンドリングが全然変わるんですよね。やっぱりアップハンドルタイプになるとこうちょっとアメリカに乗ってるようなのんびりした感じで、自分で言えばやっぱ1960年代にタイムスリップしたなって感じで、ちょっとコンチハンドルをつけていただくと1980年代の CB7 半 F みたいなハンドリングにね、ちょっとフロントに荷重かけて走りますよみたいな形になるんで、僕的にはハンドリングの楽しさっていうのは、ちょっとカスタムポイントを変えていただけるとハンドリングがねいろいろ変わる、まあ、カスタムの素材としてバッチリということなんですよ。 そこで我々もこうカスタムをし始めたりするんですが、まあ、オーナーが手を下すよりもなぜか本田さんメーカーがですね2010年から毎年なんかカスタムを加えているような感じで、珍しく本当にね、そういういろんなね手を加えたくなるようなマシンになってるというのがですね、いいとこじゃないですかね。さあエンジンの音ねちょっと聞いてみましょうかね。まずは排気音いきますよ。
と低くこもるような感じでね、ちょっと圧力のある感じがいいじゃないですか。そしてこのねエンジンのちょっとしたメカニカルノイズも聞いちゃおうかな。まあこんな感じですよ。そんなにね本当に昔の、本当に昔のね1960年代80年代のエンジンほどメカニカルノイズはないんですが、まあ水泳のねちょっと無味無臭っぽいところよりはもうちょっとガサツ感のあるね、重量感のある重みのあるねこうエンジンの吹き上がり感が、これがねまたね、ちょっと昔の人にはいいんじゃないかな。新しい人にも僕は乗ってほしいと思いますよ、このエンジンのフィーリングはね。このねキャストホイール、実はですね本当にこれも私は思うんですが、1980年代の CBF のですね、ブーメランコムスターとか裏コムスターとかコムスターホイールがこの縁がねちゃんとシルバーになってると、中は塗られてるんですが、まあ実はそれをちょっと思わせるような雰囲気のキャストホイール、まあいい感じだと思いますよ。そして、エンジンとマフラーは、基本的には1本出しなんですが EX タイプになって2本出しになって容量を増やしております。1本出しのね集合の雰囲気はやっぱり昔のまま思わせてるのかなと。大事なのはこういうねちょっとカバー類、こういったカバー類が非常にですねバフ掛け仕様みたいになってて、まあオーナーさん磨いてくださいねみたいなね、そんなところをですね一生懸命大事にこう作り込んでる、ちょっとねどこの質感をとってもねなんかこう一生懸命磨きたくなるなみたいな、そんな雰囲気をですね一生懸命作っておりますよ。今回はですね ABS 仕様ではないんですが、2010年から出たモデル全てが ABS 付きなしがありますから、さらに本当はレパートリーは多くなっていくんですよね。メーターも2014年で大きくね液晶パネル変わったんですが、まあ現行あの2010年度最初のモデルからはですね、オーソドックスなこう二眼メーターになってる、なんかやっぱり古き良き時代をね思わせるなと。ステムもほらちゃんとねなんとなくこう綺麗になってるじゃないですか、こういう磨きたくなるようなとことかをね一生懸命まあ作ってると、まあそういうところなのかな。60秒 CM です。CB1100 といえばウィズミーとしてはこちら CB1100 プロジェクト F というのを作っているんですが、こっちもう見てください、この形。まさしくですねこの現行の CB1100 から外装キット、タンク、フロントフェンダー、サイドカバー、シートカール、シート、インナーフェンダーと、その外装キットをうちで作って販売してるので、それをボルトオンするとこの1980年代の CBF になるというですね、そのキットをつけているのが CB1100 プロジェクト F で、こちら新車からも作っておりますが、ユーズドバイクがあれば外装キットを載せるだけでももちろんつきます。年式的には2010年モデルから2014年、2015年の今現在のモデルまで全てボルトオンで装着可能です。カラーリングはですね、1980年代出した CB1100F じゃない7900-1100F の全てのカラーリング30種類ぐらいあるんですが、その中から全て選んで作れるので、ぜひあなたも一台スペンサーカラーを作ってみてください。新車価格は156万円税抜きです。さあこちらのスペンサーカラーの CB1100 プロジェクト F はですね、今現在、月刊ロードライダー誌ですよね、バイクカスタムチューニングで有名なロードライダー誌で2015年の1月号からずっと連載して作っております。基本は、現行の CB1100 から、うちのプロジェクト F という外装キットを載せているんですが、さらに雑誌企画でまあ、チューニングパーツもねくっつけております。オーバーさんのバックステップをつけたりとかですね、まあ、タイヤを変えたりサスペンションはこうビルズさんのサスペンションをつけたりして、まあ、あのカスタムを楽しもうっていう形なんでね、それで一応こうフレディ・スペンサーカラーにもしたんですが、まあ、細かくちょっと見てくださいよ。いろいろねこだわりはあるんですよ。まあ、タンクはですね本当に現行モデルの CB1100 がね14リッターでね、ツーリングがなかなかね行くのにガス欠結構早かったんですね。こっちのタンクですと一応14から 16.5 リッターまでタンク容量アップね、形を崩さないで容量アップするのがどんなに大変だったか、それをちょっと元になんですが、シリアル番号っていうのがねここにこうやってつきます。今回うちのデモカーなので WM0501
FZ というですね、昔の CBF のですね型式をですねずっと捉えているんですが、まあ一般販売車両とかデモカーとか、あと年式によってユーズドカーから作ったものによって、FZ、FA、FB タイプ、FC タイプといろいろ型式も分かれているんですが、シリアル番号があるんで、まあ、世界にたった1台の、番号付きの、外装キットを、まあ、販売しているんで、ぜひ皆さんつけていただければと思います。あとはですね、まあ、近頃やってるのは、まあ、ロードライダーさんではどんなに、CB1100 をねスポーティーに仕上げるかっていうのを今やってるんですよね。要はちょっと CB1100 はちょっとツーリングタイプっていうところを僕としてやっぱりサーキットに持ち込んでまで楽しめるような、レースはしなくても OK、 でもサーキットを走って膝をすって攻めてる時に自分でかっこいいと思えるような、そんなバイクに仕上げるためにタイヤをね交換したり、足回りをいじったり、フロントフォークをいじったりして攻められる CB1100、 それがプロジェクト F プラス、現在ロードライダー連載しておりますので、ぜひ見てくださいというですね、いろいろこう造形美を見ていただき、まあ、走りに堪能して、私としておすすめするのはですね、やっぱり昔の古き良き時代をですね、大事にしてる人、昔の CB7 半フォアとかね、そういうのもう一度乗りたいなって思う人、なかなかね今ね乗れないです。いるんですよ、未だにね CB7 半フォア探してくれとか400フォア探してくれっていっぱいいるんですよ。でもねやっぱりパーツがなかったりとか、それこそ乗るんだったらえらいお金かかってっちゃいます。例えば CB7 半フォアがね100万じゃ売ってないな、もう今な100これ自体が今100万ぐらいなんですが、昔の CB7 半フォアあの100万じゃ売ってないですからね、なんか200万ぐらいするとしても、そっからねちゃんといろいろやんないと動かなかったりして、それこそ300万かかっちゃいました、でもやっぱりあんまり走れませんでしたみたいになっちゃうんだったら、もうどうぞこれを、今ですねあの昔の良き時代の、マシンをですね現代の技術でちゃんと作られてるので、ぜひ僕はこれで全然満足いくと思います。何も本当に昔のマシンに戻る必要はないと思うんですよ。そして僕は1980年代の CB7 半とかね、900F が好きだったんで、僕もそれをずっと大事に乗ってきてるんですが、本当にパーツがなくて困ってるなと思うので、実はこっからカスタムしてそういうマシンにしていこうという、カスタムも大好きな人たちには僕はおすすめなんじゃないかなと思います。走りはそこそこ、でも所有感はバッチリです。